街の風にきらめく朝日、時計のリズムに待ってなんて立っていてらんない。グラスに咲く笑顔を願う午前中時、響く鐘のね遠く、小さなつまずき気にしてためらった歩幅じゃ一家の皆さん、ありがとうございました。アンサングデイズは称賛されない知られざる日々ということでしたが、衣装ケースから登場してきたことにまずびっくりしました。あとウェディングドレス綺麗でしたね。ミュージカル風のよさこいは見てて最後にワクワクしました。本当にありがとうございました。さて岸井さん、今日一日